福野霊一郎は、日本の自動車評論家、日本カーオブザイヤー選考委員を務めた。1980年代前半に走り屋系雑誌、オプションの編集部を経て、1987年頃には、外車雑誌、原読の編集長代行を務めた。1988年頃からしばらくは、フリーの自動車評論家として、カードライバーをはじめとする自動車専門誌や、 一般紙に多数の連載記事を執筆。1994年頃、カレックス紙に編集顧問という形で関わる。その後、カレックス市場において東京中古車研究所の連載を開始。T 中券は掲載紙を車にあえと変えながら2004年2月号まで連載された。その後は編集部の都合により連載打ち切りとなるが2006年3月より、 同市の姉妹子である特選会社情報 F ロードにおいて復活した。評論では自動車部品や製造工程、材質を重視する。東京都出身、暴走族出身。30年間で39台車を買ったのは独身だったから可能だったと語る。東京中古車研究所は福野が書いた連載であり2003年にムックとして復刻された。福野霊一郎のほか。 中古車販売業の新井勝直をはじめ数名のメンバーで構成され、各メンバーによって執筆された記事を不定期に連載している。雑誌への掲載は毎月あるが、主題となる記事が試乗機であったり、座談会であったり、メカニズムの解説であったりと月ごとの連続性が薄い。連載当初は福野が別仕様に用意していた企画が流れたため、その内容を掲載していたが、 次第に試乗機などの内容が主となった。市場に関する記事では、東京メトロテストと称して、都内の同じコースを同じ条件で行うため、退職機型、対前モデルなど年代を超えて比較できたほか、モデルによっては、サイクルスポーツセンターでのスポーツ走行を行い、同条件での比較を行っていたが、連載後期では、コスト面からコース化し切りが困難となり、 企画が行われなくなっていった。t 中堅の記事は、福野がマネージメント契約していた、有限会社、MPI の外部編集記事として掲載していたため、記事の冒頭に、企画、構成、MPI とクレジットされていたが、後期の記事では、F ロード編集部、福野霊一郎といったクレジットになっており、MPI の表記はなくなった。ありがとうございます。